私は悪いことなんて考えていないし、人間をどうこうしようなんてないですよ。ただそれなりに交流を持っただけです。それでメイド喫茶なんかで人間たちと嬉しそうに働いているというのか。散々人間なんて信じないって態度を取ってたくせに真逆に主張を変えて、元の世界じゃ人間に崇められていた私をバカにしていたじゃないか。あれはあなたが祭り上げられるだけで、本当に参加もしていないのに楽しんでいるのが滑稽で。でも今は捧げられた供物ではなく自分で買いに行けるじゃないですか。でもあの時食べたご飯の方が美味しかった。それこそ理解できませんよ。美味しかったんだ。ならさっさとお前だけ帰ればいいでしょ。美味しかったのはお前が隣にいたからだ。なのにお前はいなくなって。死んだって聞いてどれだけ心配したと思ってる。そうだ、それでやっと見つけたお前が私に連れなくするくせに人間とは普通に仲良くしている。こんなの、こんなの昔みたいに私と仲良くしろ、バカ。悪かった、悪かったよトール。でもそれはそれとして、決着をつけましょう。いいだろう、覚悟しろトール。それはこちらのセリフですよ。ふん、バカバカしい、先に帰るぞ。あ、お疲れ。